その時国会に設置された委員会で、その法律によれば、本委員会は今般の事項を踏まえた、行政組織のあり方を見直しを、行政組織のあり方の見直しを含めた、提言を行うことを任務の一つとしております。本委員会が係る役割を担い、昨年12月から調査を行っている最中であるにもかかわらず、政府が組織のあり方を定めた法案を決定したことは私には理解できません。政府の決定の見直し、および国会における責任ある対応を求めますと。来てるわけですね。法案出されたけど、この、国会事故調の法律知らなかったんですか、内閣の皆さんは。どういう関係になってんだ。つまり、今やってる最中ですよ。この原子力規制庁なんか4月から動かすみたいな話がありますけども、まだ国会事故調は調査中ですよ、まだ。法律を知らないなんていうことはないでしょ。それをこれ無視してやるんですか。だからこの黒川委員長、国会における責任ある対応を求めますって言ったら、これは審議しないってことですよ。これはできませんよ。この法案については1月末に出された、私は国対の責任者の一員ではありますけども、黒川委員長からこれ国会において責任ある対応どうするんですかと言われたら、我々が作った法律で、で衆参で合わせてその委員の皆さんにお願いしたわけですよ。それを無視するような法律案を作ってですよ、やってきてるんだから出し直しでしょ。答弁求めます。それじゃあ細野豪志君。国会でですね、事故調査委員会を作っていただきましたので、そうした事故調査委員会から出てくるさまざまなご提案については、しっかりと真摯に受け止めなければならないというふうに思っております。ただその一方で、国民の原子力行政に対する不信感の高まり、それを考えればですね、4月に新しい組織を発足をさせること自体はですね、ぜひ皆さんにご理解をいただいてですね、実現をさせたいと思っております。私この問題ずっと対応しておりますが、日本の原子力規制のあり方そのものは非常に大きな問題がありました。ですからその行政をですね、担当するものとしては、一日でも早くまずそのレベルを上げなければならないと思っております。さらには自治体の皆さんからはですね、防災体制の強化がですね、なかなかできないという、そういう声が聞こえております。原発は今再稼働なかなかできない状況に確かにありますけれども、仮に稼働しなくてもですね、そこに燃料がある以上は防災の問題に取り組まなければなりません。その強化が、なかなかできない状況にございます。さらに言うならば、今回の事故を受けまして改めて核セキュリティのあり方が問われております。テロに対して必ずしも十分な備えができていないのではないか、そういう状況の中で国際的にもですね、日本のこの原子力の規制行政のあり方そのものがですね、厳しく問われておるんです。そういった状況を考えれば、もちろん国会事故調もありますが、政府の事故調もありますので、そういった提案というのは我々は真摯に聞かせていただきたいと思いますが、少なくとも4月に新たな組織を誕生させることはぜひ皆さんにご理解をいただけないかということでございます。私どもが閣議決定したのは8月15日でございまして、国会の事故調はまだ発足をしておりませんでしたが、すでに政府の事故調はありましたので、そうした提案はしっかり受け止めるという形になっております。すなわち4月には新しい組織を発足させていただきたい。でその後さまざまなご提案がいただいた場合には、それにはですね、真摯に耳を傾けて平成24年度末、すなわち今年度末をめどに、さらにですね、24年末をめどに最終的なさまざまな組織のあり方についてはさらに向上を図っていくという形になっておりまして、そうした国会事故調であるとか、さらには政府の事故調のさまざまな提案については、しっかりと受け止める、そういうスケジュールになっているということをぜひご理解いただきたいと思います。魚住雄一郎君。いや、それはおかしいですよ。そのとりあえず作ってまた変えよう、これはやっぱり例えばね、NRG みたいなものを作るかどうか分かんないですよ。その環境省の外相、外局でやるかどうか、そういうところから遡ってやらないといかんですよ。これは総理、答弁お願いします。
野田内閣総理大臣。今細野大臣がご説明した通りですね、昨年の8月15日、当時これは菅政権でございますが、8月15日閣議決定をしているという事実があります。でそれによると、まずは当面の安全規制組織の見直しの方針ということで、今般法案をお願いをする、当時は原子力安全庁仮称となっておりましたけれども、4月1日に原子力規制庁の発足、これを予定をしていて、で第2段階として今ご説明があったとおりですね、今後の原子力エネルギー政策の見直しや事故の検証等を踏まえた安全規制組織の在り方の検討という、その8月15日の閣議決定は2段階で規制の在り方、安全の在り方は規定をしていると、それに基づいた対応をしているということでございます。大住君。それ閣議決定といっても、それはある意味ではみんなで議論したというよりも閣議で思いつきって言ったらおかしいけれども、そういうような世界なんですよ。やっぱし集中を集めて、そして政府と離れたところで議論をして調査をして、その結果に基づいて提案していく、そういうのがやっぱり海外からも高い評価を受けているわけであってですね、6ヶ月をめどにと言っている以上ですね、その提言を国会としてはお願いする立場ですから、縛られますよ、これは。6月末まで審議できませんよ。6月21日なんでしょ、会期が。大丈夫なんですか。私はそう思います。いいものをしっかりしたものを作らなきゃいけない。当然燃料もある、高レベル放射能廃棄物もある、この扱いをどうするんだと当然当たり前ですよ。それを踏まえてしっかりしたものを作るために事故調をお願いしているわけですから、ぜひ同じ思いで私はしっかりやっていきたいというふうに思っております。こればっかりだと時間がもうほとんどなくなってしまったという世界になりますけれども、ちょっとパネル1枚目。今あちらこちら行って、やはり今円高デフレ対策、これが今一番声が大きいです。このデフレ対策やらない政府なんていらないという声も